はい、キューバさんです。今回はニーヤオトマタの続きやってみたいと思います。前回ね、パスカルにちょっと調査してくれと、バンカーの司令官に言われて、調査しに行ったら、なんか、お姉ちゃんと妹のサブクエストに引っかかりまして、そこで、ちょっと、お姉ちゃんバッサリ切っちゃう羽目になっちゃって、まあ、とりあえずクリアはできたんですけどもね、ついついマウスの左クリックで会話終了させようと思って、ざっくり切っちゃうと。まあ、今に始まったことではないですけども、まあ、ちょいちょい切っちゃうんでね、気をつけないといけないなと。まあ、殺したところでね、お姉ちゃんがいないよとか、サブクエストがクリアできないということはないとは思うんですけどもね、まあ、気をつけないと、なんて、敵だと思われたら、えらい、なんかストーリー変わっちゃいそうなんで、今ね、こうやって仲良くパスカルの村っていうのかな、まあ、村の人、機械生命体の村の人たちと仲良くやってるんでね、その友好関係は保たないといけないかなと思っておりますと。はい、パスカルさんいらっしゃいますかね。パスカル上に、はい、います。ちゃんとオレンジマークついてます。向かっていきましょう。トイヤと、おお、かっこいい。はい、それではちょっと話しかけてみましょう。パスカルさん、せーの、ポチッと。ああ、ライエスさんとトゥービーさん、先日の機械生命体の暴走は大変でしたね。いくつかあなたに聞きたいことがある。はい、私に回答できることでしたら何なりと。何を聞く。確かに平和主義について異星人について聞けない。何も聞かない。とりあえず上を一回ちょっと聞いてみましょう。パスカルの平和主義について聞く。あ、喋んないんだ。これ 2B さんの言葉。パスカル、あなたはなぜ戦わないの。私たちは何百年も生きています。こんな感じにね、本当はセリフが入ってればこういう感じに喋ってると思います。その間、何度も何度も仲間を失いました。でも、私が怖かったのは仲間を失う。これ、前に聞かなかったし、まあいいか。仲間を失ってしまうことに慣れてしまって、自分が怖くなったのです。だから、もう戦わないと決めたのです。はい。お、今、激の喋りやがった。あ、なんでしょう。異星人について聞いてみよう。異星人。異星人について何か知ってる情報あるか。異星人ですか。私たちの創造主のことですね。でもすみません、実は私はよく知らないのです。ここ数百年、彼らからの異星人はなく、私たちは孤立して戦っていましたから。そうで、まだ数分か。そうです、異星人からの指令がなくなったからも、私たちが平和主義になった理由の一つです。はい、お、はい、他の生命体について聞いてみよう。パスカル、はい、喋ってる。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの。この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。おお、歌姫、あれが。あとは森の国にもいるのですが。森の国。この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで、我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。おお、森の国、商業施設から森へ、森林地帯へのクエスト進みましたね。とりあえず行ってみましょうか。はい、ありがとうねと。っていうか、まあ一周目でね、まあちょっとやり合った人たちとまた会うことになると思うんですけど、どっちからやるのかな。あ、なんかマークついてやる。あ、オレンジマークついてやる。あれ、お姉ちゃんと妹なんじゃないのあれ。おい、ちょっと、お、何、進むの。ちょっと降りよう、降りよう。こっから飛び降りれねえか。
無理か、降りようか。いや、また寄り道しちゃうけどさ、まあ、とりあえずね、ちょっとぶった切ったお姉ちゃん生きてる。あ、もうそのこれまたね、会話するときにマウス左クリックでぶった切ったら、もうお姉ちゃんになんてことすんだよ、もしくは妹になんてことすんだよみたいになっちゃいそうなんでね、これちょっと注意しながら会話したいと思います。どっち喋ればいいのこれ。あ、マークついてるのは妹か。でもこの腹巻きに見えるんだよね、真ん中が。真ん中のお腹のところが腹巻きに見えちゃう。まあいいや、あれ姉ロボ、こっちは今で妹の方がでっかいのか。いやおい姉ロボちっちゃくて妹でかいという、これね、なんか違う。まあいいや、とりあえず姉ロボにちょっと話しかけてみよう。前回切っちゃってごめんねと。妹を連れ戻してくれてありがとうございます。あ、お礼言われちゃった。妹が見つけてくれたパーツのおかげで、あ、 BGM 変わっちゃった。体の具合も良くなりました。お礼にこれを差し上げます。何くれんの。お金はもう、お金はいらん。うわ、言った途端お金と経験値と、あ、水色のリボン、これもしかして 2B さんとかにつけれんのかな。 2B さんなんかあさっての方向向いちゃってるけど、水色リボンいただきました。迷子の妹が完了しました。あ、やっとこれでクリアだったんだね。まあいいか。あ、これまたクリックして切りそうだった。やばいわ。E ボタン、もう一回 E ボタン。妹を連れ戻してくれてありがとうございました。はい、妹にちょっと話しかけよう。妹ロボにポチ。もうお姉ちゃんに心配かけることはしないよ。うん、まあそうだね。もうクリックするのが怖いな。こっち向いてクリックしよう。はい、ああ、終わった。あ、マーク終わっちゃいましたね。この辺でオレンジマークついたやついたらまた面倒だけど、いないね。とりあえず機械生命、森の国と向かってみよう。トイヤ。こっちで合ってんのか。あ、一応なんか右下のマークに四角、あ、なんていうの、ひし形みたいな四角でマーキングされてますね。そこを向かえばいいんですかね。お、なんだ。2B、何、いつになったらナインズって呼んでくれるんですか。ナイン S で十分伝わる。まあそうなんですけど。まだこだわってんの、しつこい。はい、とりあえず右の方向になんかマーク、あ、おい、ちょっとダッシュすな。はい、マークされてるところまでちょっと向かっちゃいましょう。どっちから行けん、あ、この橋渡る系か。お、落ちる、やべ。後ろ姿がこう映ってますけど、かわいいな。あ、お前敵か。あ、こう、え、あ、やべ、お前こんな野郎、いた、俺強えんだぞ。光線的な機械生命体は切っちゃうよ。はい、ちょっと向かっちゃいましょう。まあ、この辺拾ってもね、ここが、あ、なんだ、パスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。なるほど。まあ、前回ね、1周目の時にも来ましたからね。ここでなんだ頭のやつ、名前忘れちゃったな、まあいいか、と出会うんだけど、出るかな、出る、あ、通れないな。ムービー入る。何か仕掛けがあるんでしょうか。あ、それだけ？もうそこでストーリー進むんかなと思っちゃいました。ちょっとその辺、僕らの人間だったら
こんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。真面目か。直上に近い生命体反応多数。お、何？え？ちょ、おいおい。なんだよ、森の王って。気を抜かないで、ナイネス。そんなこと言ったって、僕はスキャナーモデルだから。なんかあいつ、あ、逃げてばかりですね。あいつ、あいつの後についてたらいいのかな。とりあえずちょっと今倒したやつのチップ落としてねえな、落としてねえな。ちょっとあいつ追いかけてみましょうか。どこ行く。おい、お前、え、引っかかってないか。これ倒していいのかな。なんか倒したらダメなんじゃないのこいつ。おい、行くならどっか行けよ。行けって、お前、切っちゃうぞ。お前、うちのトゥービーさんが切っちゃうぞ。切っちゃおう。トイヤ！おぉ、ムービー来た。あ、切らないと。あ、爆発するぞ。あ、頭が転がっちゃった。パカッとな。あ、ここはなんだこれ。あなた方は怪しいから壊そう。トゥビー、ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょう、あれ。はい、追いかけましょう。どっちだ。あ、ここか。この先が森のある地域みたいですね。ここでいいですね。はい、潜り口到着。お、何？敵アンドロイド戦闘状態。起動。うわあ、一周目でまあ経験をしてるからね。こっちは強えんだぞ。トゥビー、油断しないでください。それはこれ、これ戦闘に入ると一瞬グレー、モノクロの色に変わりますよね。あ、何？なんだ？え、何これ？256年前こんなの一周目なかったぞ。田舎の方言的な喋り方なんだ。地方の人、ちょっとディスってないこれ。まあいいか。おお。こんなパターンは初めてだ。ここの機械生命体は。おお、何？王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。ちょっと行って調べてみましょう。ここ左に緑マーク、緑じゃないわ、青のウェルコムマークがあるから、ここから転送できるようにちょっと開放しておきましょうかね。お前動物邪魔だ。はい、E ボタン、はい、こちら E ボタン、はい。あ、クイックセーブはいい、まあまあいいんじゃない。クイックセーブはやめとこう。
あの違うとこにセーブしておこう、あのやり直しが効くようにね、こうやってシステムのセーブで一番、長いのがこいつだからこの下にセーブしておこう。はいはい、セーブしました。とりあえずここからどんどん奥に突き進んでいくことになると思います。まあとりあえず今回この辺にしとこうか。妹とのやり取りも、妹とかあのロボのやり取りもあったからね。とりあえず今回この辺あたりに終わっておきます。また次回この続きやっていきたいと思います。トゥーリーさん相変わらず可愛い。うん、はい、ということでまた次回よろしくね。じゃあさよなら。